チッピングなる塗装方法を、おすすめいただきましてですね、一度トライしてみようということで、97艦砲に付属していた500キロ爆弾と、彩雲についてた大型造装、それとライデンだったか、水星だったかな、プロペラですね、これに施したいと思うんですけれども、チッピングとは何ぞやと、言われるとですね、剥離剤を使って剥げさす塗装法ですね。下塗りの上に、その剥離剤ですねを塗布して、その上に上塗り、それをするとですね、上塗りの部分を爪楊枝かなんかでこう擦ると、下塗りだけが綺麗に残るということだそうです。プラモデル用のですね、剥離剤も売ってるようなんですけれども、ここは手短にですね、うちのおしゃれなおばあちゃんからヘアスプレー借りてきまして、下塗りの後、シルバーで下塗りした後ですね、そのヘアスプレーを塗布して、その上から上塗りしました。こんな感じですね。このプロペラ、この部分だけ剥離剤入れてるんですよ。爪楊枝でも結構簡単にカリカリとね削れたんですけれども、剥離剤入れてない方はどうなるんだなと思ってやってみたんですけれども、やっぱちょっと強めに力がいりますし、見てのようにもうプラスチック地見えちゃってますよね。やっぱり剥離剤入れると効果的ですね。他のところも皆そうでした。見えちゃってるでしょ。で、この剥離剤入れてるとこだけが綺麗に剥がせたという感じですね。この爆弾の方も同じです。これも全体的に剥離剤入れてるんで、緑綺麗に取れてますね。爆弾と造装っていうのは使い捨てなんで、そんなに剥がす必要はないんでしょうけど、これは一応テストという形で、やってみました。これリューターでもやってみたんですけれども、リューターでやっちゃうとさすがに、地までいっちゃいますけどもね。その後ちょっとエナメルも入れてみたんですけれども、サビなんかの部分にね、このチッピングを入れると、随分リアルに再現されるんだと思うんですよ。洗車とかね、ロボットですね、ガンプラとかで、僕的には戦闘機や航空機で言いますと、筋彫りの部分ですね、あの辺にチッピングを施せば、随分リアルになると思うんですけれども、その後この造装なんかをドライブラシも入れてみたんですけども、やっぱりチッピングの方が綺麗ですね。その後の仕上げも楽でした。でね、これちょっとテストしたものが小さいので、1個プラモデル何かしなきゃならんなということで、これじゃ効果不明瞭、効果不十分なんで、この辺なんか、ゴールドのドライブラシも入れちゃってますね。なんとかものにしようと、必死感は伺えますけども。それでその、モデルなんですけれども、以前からちょっと眠り続けてるガンプラが1個ありまして、水陸両用のゴックなんですけれども、こいつを使ってですね、一度思いっきり、そのチッピング効果を、味わってみたいなということでですね、急遽これ1個作ることにしました。物的には簡単なんで、近日、ご報告できると思いますんで、今しばらくお待ちください。このゴックも旧金型なんだよね。それがうまいこといけば、こういったノスタルジックカーにもサビやハゲの部分で思いっきり使えるかななんて思ってます。お楽しみに。